歓喜する外国人シリーズ。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーチャンネルでございます。今世間ではワールドカップがめちゃめちゃ盛り上がってますよね。僕サッカーの知識は稲妻イレブン雷門中学止まりなんですけれども、そんな僕でもね、今回のワールドカップで活躍している日本人選手見てて本当にね心が熱くなりました。あとちなみに僕がいないれで一番好きなキャラクターは栗松です。栗松、帰国の準備をしよう。まあ、ということで今回はそんなサッカーの試合にちなんだネットミーム、歓喜する外国人についてざっくりではありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。皆さんはこちらの映像をご存知でしょうか。大きなモニターの前にたくさんの人々が集まり何かを喜んでいるといった映像です。これは2016年の6月16日に行われた UEFA ユーロ2016グループステージのイングランド対ウェールズ戦を観戦しているイングランドのサッカーファンの人たちです。こちらの試合ではね、イングランドはウェールズに2対1で見事勝利を収めます。その勝利の様子を観戦していたイングランドのサッカーファンは大喜び、手を挙げみんなでと盛り上がります。この映像の登場人物全員盛り上がりすぎやろと、この映像が SNS で広まり、何か嬉しかったことがあった時のリプライネタとしてこの喜んでいるイングランドサポーターの動画が使われるようになりました。まさにワールドカップのグループリーグを日本が1位通過した瞬間に使うのにもってこいの映像ですね。そしてこの映像に映っている大きなスクリーンの画面を切り抜いて別の映像を流すといったネタ動画が2019年頃に YouTube や TikTok でバズります。その中でもね、特にこのブームに大きな火をつけたのがスクールデイズというアニメに登場する伊藤誠というクズキャラの死亡シーンに入れ替えるといったネタ動画です。この動画はね、現在 YouTube で550万回以上も再生されるほどバズっており、この伊藤誠の死亡ミームをきっかけに画面の映像をティーダのチッポ気持ちよすぎだろや TOKIO のに入れ替えたネタ動画が YouTube や TikTok を中心に大量に作られていき、現在ではね、歓喜する外国人シリーズという名前でネットミームとして広まっていきました。そして最後に余談なんですが、このイングランドのサッカーファンが喜んでいる元ネタ映像はなんと YouTube に公開されており、現在では170万回以上も再生されています。この外人が喜んでいるミーム動画自体は Twitter や YouTube で知っていたものの、元になった映像を知らなかったという方は結構多いのではないでしょうか。僕も調べるまで全然知りませんでしたね。ネットではフラされすぎて元ネタ探す方が難しい動画とか言われています。この動画のね、概要欄に元になった映像のリンク貼っていますんで、気になった方はぜひ一度視聴してみてはいかがでしょうか。